念を込めて。あ、はいはい。これもやり取りさせてもらってたんですけど、はい、あまりに素晴らしかったんで。いや、ありがとうございます。これはもう絶対長く使えるので、逆に絶対いいようにしますから、回によってちょっとあれにさせて、はい、まあ、使いどころ変えさせてもらうとか、はい、入りの具合を少しこう調整させてもらうとか、はい、少しやらせてもらえるとありがたいです。いや、嬉しいです。まあ、曲のどの部分をみたいなのって、はい、ちょっと歌詞とかで決めたりするところもあったりするんですか？今、うん、映像で表現していることと選曲がバッチリ合うところとかに使いたいねとか、はい、この回のテーマといいますか雰囲気がこういうものだから、はい、だったら2番の歌詞もいいんじゃないのとかっていうのを、すいません、勝手にやらせてもらってありがとうございます。いや、嬉しいです。いや、毎回なんかエモい終わり方。そうですよね、そうですよね。あ、よかったって思いますこの先も6話だったかな、もう本当にその時のシーンと歌詞をバチッと当てたりさせてもらってます、はい、おー、すげー楽しみですね、それは楽しみです。ちょっと細かくはまだ言いませんけど、はいはい、はい、そうですね、はい、カビオさんはなんか高校の時に僕らの曲聴いてくれてたみたいで、はいはいはい、知っててくれたらしくて、はい、まあでも高校の時に俺らを聴いてたってことはだいぶ若いなと思って、うんうん、は感じましたね。二十歳ですからね。二十歳、はい、あれ二十歳ですよね。二十歳だったら僕より一回り以上年下ってことですね。そうですね。今の人って顔ちっちゃいですよねそこですか。今回の、はい、個人的な試験ですけど、今回のエライザちゃんはちょっとやっぱ天才性を発揮してる感じがしますね。かなりハマってますよね、はい、ドラマ見てて、あ、池田エライザさんってこういう人なのかなと思っちゃうぐらいハマってる、ね、いや、なんかまあ撮影してる時にももちろん思ってたんですけど、はい、編集してたらよりあれと思うっていうか、その、はい、もうコロッコロ顔変わるんですよ。あ、はい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 。その3話で生き生きと絵描いてる時の笑顔と、あ、そんなのないっすねとか言って言ってるような時の顔が全く別人の顔なんですよ。確かに、はい、そんなことできんのかなと思って、まあ、演出できないレベルのものがビシビシ出てるし、理屈でね制御してるものじゃないものがすごい見えてるのは天才だなとちょっと思っちゃいました。やっぱその役者さんとかもこう本番っていうか撮影になるとスイッチが入るとかみたいに、僕も結構ライブの時はうん、入り込む特殊な感じになる。あ、特殊な感じなんですね自分が言ってるメッセージだったり、うん、この音楽、鳴らしてる音楽だったりに自分が鳴ろうとするんですよ。音楽になる、音楽になる、うん、その曲になるみたいな、はいはいはい、いう意識がすごくあって、うん、理屈、その、まあ、理にかなったことを超えたことをやりたいし、自分で言うのもなんですけど割とやれてる方だと思っていて、パフォーマンス的には計算して見せてるというんじゃなく、ではなく、なんかもうその時ブワーッと出るもので、そうですね、無意識とかではない、無意識とか、まあ無意識の部分はあるはあるんですけど、はい、常に冷静な部分は持ってます。 あるんですね、はい、誰かが憑依してるわけではない、憑依してるわけではない、憑依系って言われるんですけど別に憑依してるわけじゃなくて、その曲を全力で表現しようとしてるだけで、あとはまあ、お客さん全ての目を見れるようにしてる、頑張ってます。あ、へ、まあ、みんなに何かを残したい、一人残らずって思ってやってるんで、そういうところはまあでも割と理屈じゃなく動いてる部分は僕も天才ってことでいい、天才ってことでいや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 、そんなこと凡人ですよ。凡人ならではの努力があってそのパフォーマンスに行き着いた感はあります。だから高一君みたいにああやって社会に揉まれて、うん、できた今のパフォーマンスだったり、あ、まあ曲作りもそうですけど、
ドラマで勝手に裏テーマにしてるんですけど、まあ、天才と凡人の話ではありますけど、はい、まあ、誰もが何かの天才で、はい、誰もが何かの凡人だというのを裏テーマに実はしてて、まあ、エレンちゃんも絵を描くということを一点に関しては天才でしょうけど、まあ例えばそれを売るとか、うん、まあ、単純に誰かとあとコミュニケーションするとか、そういう意味ではもうね、もう凡人以下の能力しかない、ね、コミュニケーション能力。光一君は絵を描く才能は完全に凡人でしょうけど、これもしかしたらサラリーマンクリエイターとしては天才になる可能性、天才の可能性がある、そうですね、と思うんですよ、うん、努力家、うん、チームとして何かを成す時のリーダーとしては、うん、もしかしたら天才である可能性がある、はい、そんな風に思ってるんですけど、確かに。だからそういう意味で本当天才と凡人結局ね、すっかり区別できるもんでもなくて難しいなと思ってはいるんですけど、でも一点僕は個人的に思うのは、ドラマや原作でも紹介してますけど、やっぱそうとしか生きられないタイプ、だからそういう人は天才なんだろうなって。あ、ね、ほっといたらやっぱ歌い続けるんじゃないんですか。いや、ほっとかれたら僕はもう3ですよ、黙ってますよ。いやでもやっぱ最終的には歌で表現したい。まあでもそうですね、あの僕はそうなんですよ、うん、音楽をやるということが別に夢とか思ってなかった。あ、そうなんですよ、あの物心ついた頃からなぜか音楽やるだろうなって思って生きてきた感じです僕は。もう天才じゃないですか。いや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 、よく聞く天才の なぜかよくわかんないんですけど、俺きっとこうなるんだろうな、音楽やるんだろうなって思ってて、で父親のギターが家にあったんでギター弾いて、あ、ギタリストになろうかなと思ってたんですけど、中学の時に、まあ、それでバンド組もう、でボーカルがいないって言って、ちょっとじゃあとりあえずボーカルだからイケメンのやつがいいだろうって言って、イケメンの友達連れてみんなカラオケ行ったんですよ。でまあカラオケ行ってからもちろん僕も歌うじゃないですか。あ、まあまあ、はい、そしたらえみたいな。あ、うまいぞってこと。あ、いや、ちのちゃん歌えばいいじゃん、はい、ってなって、はい、あ、え、そういえば俺歌好きだなってことにその時気づいたんですよ。あ、それまで別に普通の日常だから俺でも家で超熱唱するタイプだったんですよ、うんうん、お風呂場とか超熱唱するタイプ。はい、はい、でもなんか習ってたわけでもないし、習ってたわけじゃないです。で、それを言われて、あ、俺歌好きじゃんと思って、はい、じゃあ歌おうって思って。え、ちなみにその時カラオケ何を歌った？いや昔すぎて覚えてないですね。なんだろう、結構声も高い方だったんで、はい、いろいろその女性の曲も歌えたりしてて、はい、未だに、はい、あのセリーヌ・ディオンさんの、はいはい、マイ・ハート・ウィル・ゴー・ホーンは、はい、原曲で歌います。あの転調後もいけます。マジっすか。でもそうするとあのもうね、カラオケって楽しむものじゃないですか。はい、ガチになっちゃう。あー、なるほど。ですよね。いや、いいじゃないですか。でも嫌なんですよ。ああいうの歌うの特に盛り上がらない。あ、そうなんですね。え、カラオケってそういうもんじゃなくないみたいな。いやいやいや、お前が言ったんでしょみたいな。宇佐美に言われたんですよね。あ、宇佐美さん、うちのメンバーなんですけど、はい、ということで、後藤監督、今日はお忙しい中お越しいただきありがとうございました。ありがとうございました。今後ともね、左利きのエネン、あとはエンディングのね、後先も、ちゃんとこうどう使われてるのかとか、チェックしていただきながら、楽しんでいただけたら幸いです。それでは、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。